皆様お待たせいたしました。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりスーパーワクワクライブトーク始めさせていただきます。このフラットスポットという場所なんですが、気軽にフラット立ち寄れて著者や編集者の方と読者の皆様がフラットにつながるというコンセプトのイベントスペースとなっております。本日は第82回目のライブトークとなります。今日は、星雲堂新校舎デジタルカメラによる星空の撮り方、綺麗な星空を印象的に撮るの著者で、自然写真家の牛山俊夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。山さんには昨年ですね、金環日食の直前にも、ライブトークにお越しいただきまして、素敵な写真をたくさん見せていただきました。今日もいろんな写真をご用意いただいているようなので大変楽しみです。それではよろしくお願いいたします。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ改めて、ありがとうございます。お忙しい中、足を取りまして足をお運びくださいまして、相当緊張しています。自然写真家の牛山と申します。今紀伊国屋書店の神谷さんに紹介していただいたように、昨年の10月にですね、こちら、私の、初めての著作になりますけれども、デジタルカメラによる星空の撮り方というこの、書籍を出版することができました。他の出版社さんから協調という形で本は出していたんですけれども、ちょっと私一人でというのは初めてということで、私の人生の中での非常に思い出深いというか、一つの区切りになる本になっています。今日は限られた時間の中ですけれども、こちらの本について、本の中身を紹介というよりもは、ここに載っている写真をですね、厳選して50枚ほど今日入れてきています。ですので、まずはこの星空の撮り方というとですね、なんかこうやっぱり星空というのは皆さん、写真を出していただきます。皆さんこう星空をこう眺めるのは好きだよ、やっぱり綺麗だから、星空を汚いという方どなたもいらっしゃらないんですね。ただこう実際こう見上げてみようとすると、例えば星座のことがこうちょっとわからないと、あの星座は知ってるけど、あと他の星座となると少しこう普段から見上げる機会が少なくなってしまうとか、あと例えば最近はデジタルカメラが非常に性能が良くなってきてますので、本当にどなたでも実は星の写真を撮ることができるようになってきてるんですが、なかなかこう夜の撮影ですし、一晩中とか夜遅くまで起きてないといけないということで、なかなかこうそういったことに挑戦される機会も少ないかもしれません。で、じゃあちょっと画像を見せしながら話を進めていきます。ちょっと上空にですね、お月様じゃないんですけど、ちょっと明るい照明がありまして、ちょっとスクリーンの上から表面を照らしてしまっているものですから、ちょっとちょっと本当はメタリーとかもよく見せたいところなんですが、ちょっと明るめにしてありますので、この画像で今日は勘弁してください。はい、予定ではこの画像をお見せしながら今の話をする予定だったんですが、相当飛んでしまいました。はい、で今日はですね、星空撮影の魅力ってっていうあたりをちょっと感じていただけるような話をできればと思っています。まず私もちょっとお買い求めになられている方よりですね、ちょっとこんな話から入りたいんですけれども、今日の1枚目です。これがその本の表紙になりますけれども、そのデジタルカメラによる星空の撮り方という下をちょっとちっちゃい字なんですけれども、綺麗な星空を印象的に撮るというふうに書かれていまして、これが、私のこの本の特徴だと思っています。で簡単にちょっと本のですね、私がこう関わらせていただいた、コンセプトといいますか、思いを話させていただくとですね、ノウハウ本なんですね。ただ、星空とか写真とかノウハウ本っていうのはたくさんいろいろ出てるんですけれども、こうやっぱりこう技術的なこと、テクニカルなことを細かくやはりこう書かなければいけないっていうのは、もちろんノウハウ本の一つの形だと思ってます。ただその綺麗な星空を印象的に撮るという言葉に代表されるように、その例えば思いとか星空に向き合うとき、どんな思いで写真を撮るとかですね、そういうことっていうのをこう書いてある本というのはなかなかないんですね。でなのでこの本というのはもちろんノウハウのことも書いてありますが、ただ読まれた方はちょっとなんだよこの本と思っている方いるかもしれませんが、
テクニカルなことをですね、あえて省略してある部分が非常に多いんです。で、思いとしてはそういったところも本当は書きたいんですけれども、どういうその思いでホストライトに向き合うとか、そのあたりをですね、感じていただきながら、そういった意味でのノウハウをですね、要するに私たちが持っているこの五感の中の全てのこういろんな感性を使いながら、ホストライトに向き合い切り取っていくという、そのあたりを感じていただければなというのが、この本の、著者としての思いです。ですので、本の見方としては、普通だとこう、例えばここに書かれているその文章をですね、こう読みながら写真を見るという見方を多分私も普段するんですけれども、これに限ってはですね、できたらその文章が先読まずにですね、まず写真をじっくり眺めてほしいんです。で、写真を眺めながらこうふっとその書いてある文章に目をやっていただくと、私が例えばどんな思いで向き合っているとか、例えばどんな工夫をしているとか、そのようなことがこう見えてくるので、もちろんその写真をお撮りになってないとなかなかその辺の感覚ってパッと読んだ時に分かりづらい面もあるかもしれませんけれども、ただこれは写真を撮るという言葉にはなってますが、逆にこの夜空を見るというふうに言葉を変えていただいて、実際写真を撮らなくても夜空を見上げる時にはどんな思いでこう見上げるものかというようなあたりを感じていただければと思います。ですので、初めにのところに書いているんですが、とにかく写真を見ながらその文章を読んでほしいというところが、私が今日最初に話したいところです。これ実は本をですね、めくると最初に初めにというページがあります。こちらなんですけども、でそこに私がこう文章を書かせていただいているんですが、これどこで撮った写真かっていうのは実はその編集のこう考え方もあって、どこの写真なのか一切これ明かしてないんです。で、今日皆さんせっかくおいでくださっているので、これはですね、ニュージーランドです。昨年の9月にちょっとプライベートでニュージーランドに3年ぶりに行きました。でニュージーランドの南島テパコという有名な町があります。そこにですね、滞在しながらホストライトを撮ったんですけれども、テパコ その近くにですね、非常に綺麗な運河がありまして、で運河もちろんテパコ湖から深木湖という湖に向かって流れている運河なんですけれども、普段はちょっとでも風があると水面ってこう揺れてしまうので星が映らないんですが、この時はですね、本当に鏡のような運河で、たまたまこうちょっと何百キロか離れたところで撮影行った帰りにですね、明け方に寄ってみると、もうそれはそれは綺麗に星が映っていたというような、そんな写真で、ここに私が乗っているレンタカーが映ってるんですけれども、向こうの道路からですね、橋の上に車を止めて反対側の方へ来て、車は全く通りませんので、でですね、上だと星が細かすぎてちょっと分からずくるんですが、ここにですね、南十字線が映ってるんですが、ここ見ていただくとちょっと分かりづらいと、ここに逆立ちした南十字線がありまして、南半球ならではの、しかも撮りたての写真をちょっと使ってみようということで、10月出版の9月の写真をですね、使わせていただいています。で話し始めると止まらないので、この1枚でおそらく1時間かかるという感じがありますので、次へ行きます。できるだけテンポといかないととんでもないことになりますので、はい。で、中はですね、いくつかの構成になってまして、最初にこうグラビアのページがあります。で、グラビアのページが終わると、ホストラを撮るための基本という、これも本当にざっくりしたものしか書いてないんですが、そのカメラの基本的な考え方とかですね、そういった撮影手順を書いてました。で次にホストラの四季を撮るという、四季を切り口にしてどんなホストラが撮れるのかっていうのをですね、話をしています。で、第3章として一期一会のホストラを撮るというふうにしてまして、でその後は旅先で出会った星空、これは写真集的に、表面を移植させていただきました。であと最後に撮影をより楽しむための工夫ということで、全部で5章からなったんですが、今日はですね、その細かい話はちょっと横に置かせていただいてしまって、その今回使った写真のですね、うちからその先ほどお話した通りに50点をですね、今から見ていただきます。で、1分話をして50分ですから、それで8時で終わってしまうので、できるだけテンポでいきますので、ついてきてください。で、いろんな星空があります。で、夜空を見上げたときに、もちろん曇っていたり、その雲が邪魔していたら星は見えませんけれども、
まあ、曇っていてもその雲の上には満天の星空が広がっている。私はそんな思いで普段からこう夜空をこう感じています。でこれはまあ日本の象徴でもあるあの富士山ですね、の山麓から、こちらにですね、さそり座という夏の星座がおりまして、こちらには伊手座という夏の星座がありますけれども、その間、私たちが住む天の川銀河の中心方向、1年で最も明るい天の川を通った八幡です。まあ、日本もですね、低空はこれ実はもうあの関東平野とかあの静岡の方の街明かりですね、低空は相当明るいんですけれども、あのまだまだ場所はレベルはですね、あの美しい空を見たり眺めたりあの撮ることはなくなっています。で、かたやこれは、ニュージーランドなんですけれども、なぜあのニュージーランドと言ってるかというとですね、私が大好きな国だからです。単純にそれだけで、あの物心ついた頃ですね、あのたまたまあの私もその私長野の生まれなんですけれども、あの実家のですね、なんか親が言うにはあの穴が開いていたところが世界地図で塞いでただけだっていうんですけれども、やっぱり子供としては世界地図がすごい気になるんですね。でこう眺めてるうちに、なんかこう赤道っていう概念は当時わからないんですが、日本と反対側あたりにですね、なんかこう日本に似たような島国があるなってことをずっと意識してました。でそれがこうだんだんとこう大きくなって分かってくると、ニュージーランドなんだ。ニュージーランドの本を見てみると、南十字星の輝く国というそんなタイトルがついていて、いつの間にかあのこうちょっと憧れの国で、あのたまたま2002年に ある図鑑の取り下ろしの仕事でですね、ニュージーランドに行きまして、それからちょっとハマりまして、あの今11回ですか、あのガイドしてはないんですけれども、あの伺ってます。でこれがその先ほど あの富士山の上空に輝いていた窓が同じ場所なんですけれども、サソリ座がですね、向きが全く違うんですね。ここにこう背面取りのようになっているんですね。で同じ場所の天の川なんですけれども、輝きというか全く違うんですね。であの南半球は何でしょうか、あの人口も少ないからでしょうかね、あのまあ、南極があの世界で最もあの空気が澄んでいる場所と言われてますが、そこに非常に近いということもあって、もうあの日本ではちょっとお目にかからない、お目にですね、こうなかなかこうかあの見ることができない、あのその素晴らしい星の輝きを見ることができます。で、こちらテカポコという湖がありまして、ここがテカポというその町なんですが、町自体はちょっと最近こうやっぱり明るくなってきてますけどもね、それでも空気が澄んでいるので、街明かりの影響なく、ちょっと離れた山のマウントジョンという山の上からですね、このようなこう風景、まあ、もちろん目で見たあの風景と同じではありません。あの写真の世界というふうに今日は割り切ってみてください。ただこの天の川の輝きは、まさに真っ白な光です。あの天の川のことをご存知のミルキーウェイと言うんですが、あのそのミルクの川なんですね。で私はその意味としては、そのあのギリシャ神話に出てくる女神ヘラ その母乳がですね、こう空にバーッと飛び散ってミルキーウェイっていうのは知ってはいたんですが、このニュージーランドを2002年に初めて行った時、初めてとか2回目ですか、行った時にですね、あの本当にあの空を見たまま口を開けて、あのしばらくこう、あ、なんだこの光はみたいにこうあの見てたんですね。ちょっと真似するとあの顔のバーみたいに見えるのでやりませんけれども、本当にあのこうわーっとしばらく見上げてました。もう本当に真っ白な光の帯なんです。でそれで初めてあの実感としてミルキーウェイという言葉を理解できたけど、まあそんなところです。まあ、あの日本は北半球、こちらが南半球ですけれども、まあ、地球のそれぞれの場所で、それぞれの国、それぞれの地域、それぞれの環境で、さまざまな星空を展開しています。で先ほど そのテカポという、ごめんなさい、こちらのですね、ちょうどこの辺りなんですけれども、まあ、観光地としても有名な、よく羊飼いの教会という教会がありまして、であのちょうど、夕暮れで、あのだんだん暗くなるところですね、こう上に星が見えてきまして。まあ、ちょうどあの教会の上にですね、この十字架があるんですが、ここにその南十字星が登ってきて、まあ、非常にもうなんていう気持ちか、とにかくもうわーという思いだけでシャッターを切りました。で、今日実は話すことを全く決めていないので、思いつきのまま本番に来ますけれども、あの写真というのはとても不思議なもので、あのもちろんこう前もって計画を練って、例えばこの場所でこの時間に撮ればこういう写真が撮れる、基本的にはそう考えてますけれども、あの実際こうある程度もちろん下調べはしてもですね、実際行ってみるととんでもない思いもしない時間にですね、思いもしない風景と出会うというのは非常にあの、まあ、めったに、まあ そんなに多くはないんですけどありますが、でそういう時にその余計なあのことを一切考えずにですね、とにかくこう
そこへ集中して、うわなんて綺麗な風景なんだろうと思って無我夢中でシャッターを切った写真というのは、何年経っても例えばこう講演会とかで皆さんにお見せしたいとか、使っていただけるとか、そういう写真のことが多いです。ただもちろん中には計算して撮ったものがいいということもありますけれども、私の場合はやはりその場での感動をそのままこう気持ちを写真に詰めるというのは、これはもしかしたら写真の本質なのかもしれないというふうに思っています。で今からですね、ちょっと季節を感じていただきたいと思うんですが、こう空を切り取るときにいろんな切り口があると思います。まあ、日本は幸いこう春夏秋冬ですね、その四季が非常に明瞭で、私は日本に生まれてよかったなって普段思ってるんですけれども、まずこれ春の桜の時期ですよね。でもう最近結構デジタルカメラの性能良くなってきてますので、桜と星というのは多くの方が撮られていて、まだ私が10年前とか10何年前ですかね、フィルムで一生懸命撮ったところはですね、夜行くと自分一人ってことが多かったんですが、最近はですね、夜行ってもいらっしゃるんですね。まあ、お互いにびっくりするわけですが、誰もいないだろうと思って行くわけですけれども、でも結構最近こう桜と月明かりとか桜と星を撮ってたと思うんです。でこれはですね、ちょっと遠目なので形がわからないんですが、これ実は山梨県、私山梨県に今在住しているんですが、北杜市の向川というところのですね、神代桜という桜があります。神代というのは神という字の時代の代と書きます。要は神の時代からあったと言ってもいいような、樹齢がですね、2000年とも2500年とも、人によっては3000年とも言われているような非常に古い桜がありまして、で一時ちょっと樹勢が弱くなったんですけれども、樹木医さんの活躍もあって最近ですね、きれいにまた花を咲かせています。遠い方は分かりづらいんですけども、ここにですね、春を代表する大熊座の一部ですね、北斗七星がちょうどかかってまして、で、5倍伸ばしたところがですね、ここに北極星が輝いてるんですけれども、そんな写真ですね。で、私が住んでいる韮崎市というところには、樹齢300年のワニ塚の桜という桜がありまして、で先ほどの神代桜もこちらの桜も、江戸彼岸という種類なんですけれども、非常に美しい姿です。でたまたま満開に近づくとですね、晴れた日がありまして、出かけるとですね、ちょっと後ろの中見づらいですけど、ここにですね、仲睦まじいカップルが来てるんですね。でここに車が止まってました。で私あまり近づくとちょっと邪魔しちゃいそうなので、ちょっと離れて撮影してたんですが、その後この方たち遠くから桜を見たいと向こうから降りてきました。で話しかけられて、でこの写真を見せて差し上げたんですが、びっくりしてました。でお名前もどこにお住まいかも何にも聞いてないんですけれども、この本にですね、まさか掲載されるとはこの2人、本当は報告したいところなんですけれども、撮影しているとそんな出会いもたくさんあります。で出会いといえばですね、これもどこかで話そうと思ったんですが、もう当たり前の言葉ですけど、一期一会という言葉があります。で私はその言葉とても大好きで、大切にしたいと思ってまして、今日皆さんこうやってお忙しい中お集まりくださって、私の話を聞いてくださる、これも本当に一期一会の私にとっては、皆さんにとっても多分大事な時間にしていただければと思いますし、自然との出会いももう一期一会で、例えば星空にしても、私もオーロラとかも撮るんですけれども、とにかく自然すべて行き合ったその瞬間というのは二度とないわけですよね。やっぱりそれをこう普段生活していると、なんか明日になればまた同じ風景出会えるかなみたいな思っているところがあるんですけれども、ただやっぱりそういったところをかみしめて、今その瞬間を生きているんだっていうところをやっぱり感じながら、そこにこう思いを込めるみたいな作業をできるだけ大切にしようと思っています。で春の風景で、このペースだとまずいですね。春の風景でですね、私の家の近くなんですが、新府というところがありまして、桃源郷って名前がついている場所いっぱいありますけれども、ちょっと分かりづらいですけどね、満月なんです。これでここには乙女座のスピカという春の光線が映っていて、でこう桜じゃありません、桃がですねちょっと盛りを過ぎてるんですが満開で、で菜の花の光が、菜の花のこう切り心、月の光で照らされたと、一回見ると昼間の風景みたいなんですが、これはちょっと明るく撮りすぎかもしれないんですが、月明かりを使った写真館が私は大好きです。で初夏になりまして、よく見ていただくと、この前の日にこの場所に来たらですね、まだ田植えをやってなかったんです。でたまたま次の日に来たらですね、昼間田植えをしたらしくて、苗が植わっていて、
で、もう5月から6月のかけての頃ですから、もう明け方になると夏場のようなサソリ座とかいて座が、もう南西の天空に移動しているという。まあ、私は実は星空だけの写真って、もちろん仕事とか必要あれば撮りますけれども、私が普段活動しているテーマというのは、大地と星空です。で、星空と大地じゃないのかってたまに言われるんですが、大地を先に持っていきたいっていうのは、私たちはもちろん地上にこう大地に生まれ、そして大地に生きていて、そこから夜空をこう見上げるという行為をするわけですね。で、私たまたま仕事がこうちょっと環境とか街づくりの仕事をしながら、今は写真家として何とか必死に生きているんですけれども、そのような世界をいろいろ融合しながら、肩書きは自然写真家と名乗っているんですけれども、思いとしては私の心の中では命というのは実はテーマの一つに大きくなってまして、やっぱり自分がなぜ星空を見上げるのかっていう質問を受けた時に、これはもう天文学者の方、宇宙飛行士の方、皆さん言われていることですけど、やっぱりその自分って何なの、どっから来てどこへ行くの、やっぱり同じなんですね。ですので、例えばこのようないろんな写真をですね、撮りながらよく質問を受けるのが、一晩こう例えば山の上にですね、いて何を考えているのかですけど、その一晩の7時間、8時間、9時間ですね、後から考えるとあっという間に過ぎてくるんですね。もう写真を撮りながら何を考えているかって言っても、多分無心なんだと思いますけどね。ただその無心の中に自分の思いがどうあるかっていうと、多分自分探しの旅をしてるんじゃないかなってことを最近思うことがあります。この写真は私が住んでいる山梨県韮崎市の甘利山という1700数十メートルの山の山頂直下から、山梨県の、県庁所在地、甲府市なんていうのを映ってますけれども、甲府盆地と、あと山の富士山ですね。で、9月の上旬ですので、まだ山小屋の光もついていたりするところに、冬を代表するオリオン座、そして冬の大三角、そして双子座といったお冬の星たちが9月の上旬の明け方には登ってくるという朝の雰囲気です。すみません、ゆっくり見たいかもしれませんが、もうこうペースでいきます。で、冬になるとですね、冬は冬でいろんな切り口がある。特に日本の場合はご存知のように冬は空気が最も澄みますので、もう本当に星空を撮るのはもってこいの季節なんですね。なので私の出動時間も自然と多くなります。で、これは私長野に生まれていましたが、長野と山梨にまたがって八ヶ岳のですね、北八ヶ岳というところなんですが、高見下屋という小屋に取材でお邪魔したんです。皆さん寝てるんですが、これ午前3時です。マイナス11度ですが、そんなに寒くはないんですけれども、風が吹く中ですね、高見石というその岩というか、石がゴロゴロしているところを登ってですね、この写真を撮りに来たんですけれども、なんでこんなところに来るんだろうという気持ちもどっかにはあるんですが、ただこの風景を見てしまうと、自分が独り占めしている風景なんだと、そんな満足感と、やっぱり自然の中の自分の生きているということをやっぱり感じますね。遠くには入笠山 のスキー場もですね、人工の光が映っていたりするんですが、星空というと、どうしても街明かりっていうのを嫌う傾向がもちろんあります。私もそうです。ただ最近はですね、私が自分が人間である以上、もちろん街に住んでいるわけで、やっぱり街明かりから離れてるっていうのは良くないかなと思う気持ちがあって、近づくというのは変なんですが、街明かりっていうものですね、私は積極的にやっぱり自分の作品の中に入れていきたいなという、そんな思いが最近も強く出てきています。で、その、美しい森の中に入るとですね、蔵王ほどではないにしても、美しい樹氷がですね、このようにあり、そしてオリオン座、そして冬の大三角がですね、ちょうど木の隙間から、大犬座のシリウスですか、空で最も明るい一等星が見えていたり、こんな時間を過ごしています。寒いですよ。で、おそらく星の写真を撮りたいと思っている方は多いんですけれども、おそらくこの3つをクリアしなくなるんです。寒い、眠い、腹減ったなんですけど、この3つがクリアできないと、っていうか私もクリアしてるわけじゃないんですが、中には本当寒さだけはどうしてもっていう方いらっしゃいますけどね。でも本当にこういったところまで行かないにしても、やっぱり美しい冬の空で楽しもうとなると、やっぱり私もなってました。この順番です。とにかくお腹がすくこと、そして眠いこと、もう一つありましたね。寒いですね。はい、それはですね、なんとかクリアしないとなかなか難しいかなと思います。
調子に乗ってですね、ちょっとこの話をします。ここ星が綺麗に木の隙間から何気に見ているとあの普通に撮れてるようなものですね。これすごい大変な作業なんですよね。これ目で見るとこの辺 の, あの木の様子って全く分かりません。写真なのであのこう見えますが、なので暗闇の中に星が見えるか見えないかの世界なんです。なので、今日カメラも持ってないんですが、カメラに三脚をつけてました。でその三脚を持ってですね、後ろから見ているとあのカニが横歩きするみたいですね。10センチ左へ行き、前に5センチ行きみたいなですね、そういう細かい動きを繰り返して隙間から星が見えるように構造を決めるわけです。で、1、2枚撮ってるとですね、星はゆっくり動いてきますから、また同じことを繰り返す。で、この八ヶ岳、北八ヶ岳の、天というあのイタチの仲間がですね、住んでまして、何度か行き合ってるんですが、非常にあの好奇心旺盛な動物で、夜見に来るんです。もし天が私の後ろにいたら、あの人間は何を踊ってるんだろうと、こう不思議な気持ちで見てますけれども、まあ、普段こう作品だけパッと見てしまうと、そういうところってなかなか感じられないんですが、あの実はこう、例えば水面を泳いでいる白鳥がですね、こう水面下ではこう一生懸命足を描いていると同じように、あの私の星の写真だけじゃないですが、その写真にしても絵の方にしても皆さんそれぞれの見えないところでも相当な苦労を重ねてこういった作品を作っているんだなということも、あの自分の経験からそんなことを感じました。でここからはですね、一期一会の星空を撮るという部分に入るんですけれども、あのちょっとここはさっといきますね。あの一期一会いろんな場面があります。これ2000何年前だな、すいません、ですね、細い月とですね、金星と木星がスマイルマークのように並んだという日がありました。12月の1日だったことを覚えてるんですが、どなたか2000何年か2008年でした、はい。でもあの富士吉田市という富士山麓の町に行きまして、ちょうど雲が湧いてたんですけれどもね、あの日本のやっぱり象徴とこのスマイルの顔を撮りたいなということで来ました。であとはまあその一期一会、まあ、あの天の川は毎年毎年同じ時期に同じように見えてますけれども、その時の風が出かけた先、あとその時の空気の透明感によっても同じ場所、これもさすり座手さんの実は天の川なんですけれども、上からちょっと満開の桜をちょっとあしらってます。この写真の撮り方がいいかどうかあの皆さん評価してください。でちょうど流れ星もですね、流れてくれたりして、まあ、それぞれの一期一会が映っています。で同じ天の川でもこれは北アルプスの乗鞍岳ですね。あの標高3000メートル近いところで、今はもうあの、閉じられてしまったんですが、あのコロナ観測所という観測所の取材にちょっと行かせていただいたときにですね、コロナ観測所、あの一晩中電気がついているんですが、それとですね、夏から秋にかけての天の川、3000メートルの山で見る天の川というのは、また透明感が全く違うものになりました。であと被写体としてはこう月ももちろんあります。で月だって、まあ、あの広く考えれば星の一つですから、これは八ヶ岳から満月が顔を出した、まあ、こんな瞬間も狙うことがあります。であとその今月の模様が映ってましたけども、月の模様にはあえてこだわらずにですね、これはあの2年前に6月に与那国島、あの台湾に最も近い日本の西の果ての島ですけれども、そこへちょっとお邪魔した時はですね、あの光の道を撮ってみました。でこれもですね、やっぱり一期一会なんですよ。もちろんあの月の位置にもよりますけれども、あのその海がですね、この前の日に撮った写真、本当比較できればよかったんですが、もうものすごい波でですね、光の道がこんなに優しくないんです。本当に荒々しい光の道なんですが、次の日は風もなくですね、あの非常に海が穏やかだと穏やかな光の道ができるんですね。これが先ほどの神代桜です。これはあの月明かりを使った写真です。であの月明かりがないとですね、まあ、それでも周りに蛍光灯とか街灯がたくさんありますので、あのやっぱりその蛍光灯であの光がやっぱり照らされてっていうことはあるんですが、ですね、実はこの辺多分近くの蛍光灯の光も若干入ってるんですね。この辺りは多分こちらの、あの方に火炎の月というあの半月がありまして、その半月よりちょっと細くなった月の光を使ってあの満開 の, あの桜をですね、浮かび上がらせました。でちょっとこの環境だとちょっと表現しづらいんですが、このうっすらと実は天の川がありまして、織姫星、彦星、ちょうど七夕の天の川なんですね。で4月の上旬なんですけれども、明け方にはご存知のように夏の天の川が空高く上がってきて、でせっかくであればということで夏の大三角をちょうどあしらって、まあ、撮ったんですけれども、まあ、これもあのその場に行ってのですね、インスピレーションなんですけれども、これも一つの出会いでした。
であとはこう例えば朝焼けとか夕焼けの薄明のこう低空が赤く染まっている中の星空もですね、これもまた美しい場面です。これはあの、私が住んでいる韮崎市からも見上げることができるんですが、南アルプスの鳳凰三山というところの、薬師岳という山の山頂付近から撮った写真です。遠くにはあの秩父甲斐多摩国立公園のですね、秩父の山並み、こちらが国志ヶ岳、こちらが金峰山なんですけれども、ちょうど金峰のですね、上にあの明け方の細い月が昇ってきた、そんな瞬間ともあの出会いがありました。こちらが八ヶ岳で、これが多分笠間山です。まあ、あの山登りって大変なんですよね。しかも機材が20キロとか25キロを背負っていかないといけないので本当に嫌なんですけど、この風景見たり撮った時だけは本当にその苦労が報われる瞬間なんですね。で、これ先ほどあの最初の頃ちょっと調整した時に使った画像なんですけれども、あの光動光という光を皆さんご存知でしょうか。あの黄色いあの道の光と書くんですけれども、あの太陽系ができた頃ですね、あの地球とかいろんな惑星とかができた時にですね、惑星になりきれなかったこう細かい塵みたいな、まあ、微惑星と言われているそういった塵がですね、まだ太陽の周りを一緒に回ってるんですね。それがこう夕方とか朝ですね、日の入りのですね、しばらく経った頃にその宇宙空間でその太陽の光でそういった微小天体が照らされてですね、まるでこうあのベロを伸ばしたかのようにですね、こう太陽の通り道に沿ってですね、スーッとこう伸びる現象がありました。まあ、これもやっぱりこう美しい風景なんです。これニュージーランドなので、さらにあの空気感があの透明であの美しい写真になっているんですけれども、そこに金星と木星が色を添えてくれて、でここにはニュージーランドの最高峰ですね、有名なマウントクックを入れて撮ったあの写真です。で、あとは、まあ、あのたまにこう地球の近くにやってくるコメット、ほうき星もこう入れるとですね、こう車体のこう幅が増してきます。あのほうき星っていうと長く尾を引いたイメージを想像しますが、これはたまたまあのホームズ彗星といってですね、尾は長くは中の細い暗い尾が伸びたんですけれども、目で見るとですね、コマといってその彗星の周りにですね、こう氷から氷 の, かあの塊からですね、蒸発したこう、まあ、塵とかガスみたいなものがですね、大きく広がった様子だけがあの綺麗に映ったんですけれども、八ヶ岳でですね、明け方撮りました。でちょっと話が脱線しますが、今年、3月から4月、まあ、5月6月までも見えますけれども、パンスターズ彗星というちょっと大きい星が地球に近づいて明るくなるだろうということで、私3月の上旬にですね、お客様をちょっとニュージーランドの南島テカコにお連れしてですね、そのパンスターズ彗星を楽しんだり、あと天の川の輝きを楽しんだりする、そんなツアーをこの、西部の新興社さん天文ガイドというあの星の雑誌を発行しているんですが、あのそちらの協賛のツアーで私がちょっとお付き合いで行かせていただくということで、行きませんか。はい、それでですね、今年のあのさらに11月から12月の頭にかけて、アイソン彗星という大きい星があの近づいてきます。これがもしかしたらすごい姿になるかもしれないと。ただあの大きい星って本当に見つもので、あの来てみないと、太陽に近づいてみないとわからないというのがあるんですけれども、ただ今からこうドキドキしてます。とても楽しみです。これは今から16年前ですね、1997年に、やってきたヘールボック彗星という、まあ、これもあの1000年に1回ぐらいと言われた非常に綺麗な美しい大きい星だったの、今年の秋のアイソン彗星、そして、まあ3月4月のパンスターズ彗星、非常に楽しみです。はい、であとはまあこう流れ星、ちょっとこの写真はですね、実はあまり使いたくなかった写真なんですが、なかなか流れ星のいい写真がありません。実はあの今回の本はですね、タイトル見ていただくと頭にですね、デジタルカメラによるというのがついているんです。で、あのデジタルカメラは私は2004年まであのポジフィルム、あのフィルムを使ってまして、2004年からあのポジフィルムとデジタルカメラを並行して使い始めてたんですが、まあ、今はやっぱりあの本当は両方撮りたいんですけれども、やっぱり体一つしかないですし、時間は限られてるということで、どうしてもデジタルのことを優先させてしまうっていうのがちょっと実は悩みの種なんです。で、あのもちろんデジタルの得意なところ、あのポジフィルムで得意なところっていうのもありますから、あのそれぞれに使い分けれればいいんですが、なかなか時間の使い方が下手なので、どうしてもデジタル優先になってしまっています。で、あのこれはあのポジフィルムの写真なんですが、2001年の11月19日、あのこの中でもご覧になった方いると思いますが、獅子座流星群、あの
まあ、獅子座流星群の記念は11月に毎年やってきますが、この日の夜だけですね、一晩でおそらく10万を超えるような流れ星の雨のように降りまして、八ヶ岳の三つ頭という 2540m の山頂に一晩こもりまして、一人で山の上で大騒ぎしながらシャッターを切って、その一枚ですけれども、35秒シャッターを切って11個の流れ星が映ってますが、まあ、生きてる間にこんな風景もう一回見てみたいんですね。はい、であとはですね、先ほど雲があると星が見えませんと話をしましたが、最近実は雲にもあまり雲と仲良しになりすぎると邪魔されちゃうこともあるので、あまり仲良しになりたくないと言いながらも、実は雲も非常にいい被写体になるなってことを最近思っています。これたまたま富士山にお邪魔した時にですね、非常に美しい笠雲がかかってまして、ちょうど上には大海の座という、ここにシリウスという空で最も明るい星がありますが、このシリウスを中心とした大海の座がですね、ちょうど富士山頂にかかっていて、まあ、その笠雲と一緒に撮った一枚で、この写真ですね、ちょっと色が濁っちゃってるんですが、裏に使っていただきます。でこれは与那国島に2年前の6万戦を邪魔した時なんですけども、これもですね、非常に面白い写真で、低空の雲はですね、月の明かりを浴びてないんですが、上層の雲はですね、月の明かり、低空なので赤い光なんです、大気の原稿によって。でその赤い光がですね、こう雲を照らしてます、上層ので。多分この辺の雲だと思うんですが、月がこの辺にありまして、この雲の影がですね、スーッと伸びて、その上層の雲の輝きをですね、消してしまっているという、よく見るとですね、いろんなこう立体的なこう構造が見えてくるんですね。でしかもその後見ていただくと、この向こうにはですね、その雲のもう遥か遥かですね、彼方の天の川が透けて見えていると。でその雲を上手に使うことによって、そういう立体的な表現ができるなということで、実はこの写真を撮ってですね、さらにこう深まりました。なので完全な曇天というのはできれば勘弁してほしいんですけれども、ただ雲の隙間からの星というのも実は非常に目になるというのを最近ちょっといろいろ撮っています。で、あとですね、これはね、樹木というテーマのところなんですが、これはですね、こういう撮り方なかなかすることはないんですけれども、ソメイヨシノの並木の真下からですね、真上を見て、で花のつぼみが多分一分咲き二分咲きぐらいの頃ですね、満開になってしまうと花びらが開いてしまうと星がほとんど見えなくなるので、ちょうど開き始めた頃、そうですね、すみません、これだとちょっと上げづらいんですが、パソコンで見るとですね、細かいその花芽がですね、綺麗に写ってるんですけれども、こんな表現もあるのかなと思います。であとはその生き物と撮るっていうのも私の実はテーマの一つで、さっき隠しテーマが命っていう話をしたんですが、なかなか生き物はもちろん人間の言葉も通じませんし、思うようにいかないんですけれども、これは与那国島にお邪魔した時にですね、与那国馬という天然記念物の馬たちがほぼもう放牧の状態で自分たちの力で生きているんですね。でちょっとこれが彼女か彼かちょっとわからないんですけれども、たまたまですね、南十字星が日本で結構はっきり見える島の一つなんですね。でケンタールズアルファベータという、その私たちが私たちって言っちゃすいません、この関東近辺では見ることができないこの南十字星がですね、条件がいいと時期によっては綺麗に見える、そんな写真を撮ろうとしていたら、この馬がですね、こちらからこうゆっくりゆっくり歩いてきて、ここでこうポツンと止まるんですよ。でこれ本当の話です。私動物には話しかけるんです、ちゃんと。でちょっと今写真を撮ってて、君いいところに来てくれたから、ちょっとじっとしてくれるかなっていうとですね、なんか意識、本当に気持ちを分かってくれたかのように、本当に気持ちの優しい馬たちなので、走ってたら多分眠いだけだったかもしれないんですが、とにかくじっとしていてくれて、何カットか撮る間ですね、本当に動かずに来てくれたという、これもうちの一例だなという、そんな表現を本の中にしています。あとはその山小屋にお邪魔してですね、山小屋のご主人、こちらにいらっしゃいます、ね、高見島屋のですね、ご主人と、あとお客さん、そして山小屋のガイド、うっすらのガイドの方とですね、一緒にこう空を見るという、こんな撮影もありますね。はい、であとはですね、明け方の、これは月なんですけれども、人工衛星が空を横切っているところ、そして、これはですね、人工衛星ではなくて飛行機なんですけれども、私が住む山梨は羽田が24時間の間してからですね、富士山の方をですね、南の方をもうしょっちゅう飛行機が通るようになってしまって、まあ、ただこれもこの写真も本当は嫌なんですけれども、でもこの時代に自分が生きてたっていう証かなというふうに最近は素直に思うようになってきています。
であとはですね、その飛行機に乗って飛行機の機内からの写真というのが実は非常に興味深いものがありまして、ここに北斗七星が写ってるんですけれども、これはハワイ島からの帰りなんですけれども、747のチャンボの、ね、エンジン2機積んでますね。この写真は今から撮れなくなりますよね、少なくなりますから。であとはまあこのような満天の星空、これはあのそんなにあの特殊な技術が必要なわけじゃないんですが、根性だけです。あと周りの方に迷惑をかけないように心がけるとか、その辺もありますけれども、皆さん寝てる時間にひたすらシャッターを切り続けるんですね。あのでこれの細かいノウハウは本には書いてないので意地悪と怒られそうなんですが、まあ、こんな世界も表現できます。これはあの、チリのサンティアゴからイースター島に飛ぶ時にですね、あの南半球での大小マゼランという、まあ、私たちの銀河系の近傍の銀河にですね、ちょうど映っているそんな作品も掲載させていただきました。はい、あと10分で話を終えないといけないので大ピンチなんですけれども、本当はここからですね、一枚一枚ちょっと語りたかったんですが、省略します。迷惑かけてしまうのでお店の方にもですね、よかったらあの本で読んでください。あの文章が書かれています。その文章をもうちょっと詳しくあの生声でお話ししようかなと思ったんですが、そういながら話をしたりするかもしれませんが、これは、どこの国か分かりますか？ミャンマーです。ミャンマーはね、その民主化で、まあ、いろんな国からのその経済の支援とかがあって、私国の空気がかっちゃな気になってるのがちょっとすごく思ってるんですが、あのミャンマーでですね、金環日食に行った時にですね、たまたま夜ホテルにこっそり抜け出しまして、であのお世話になってるガイドの方には、もしかしたら足元に蛇がいるかもしれないから草むらにはできるだけと言いながら、草むらの中にドキドキしながら入っていて、あのホテルの近くにですね、これあのこういった寺院のことをパモダとかパヤっていうんですけれども、まあ、その近くまで来てですね、近くに大きな寺院があって一晩中ライトアップされてます。そのライトアップされた間接光がそのちっちゃい寺院に当たって、あのこのような浮かび上がっている。で、まあ亜熱帯の地方ですから、冬のオリオン座と冬の大三角と冬の天の川、そしてここにタノープスを入れたんですけども、でもやっぱりこの風景は寒い日本でやっぱり見るべきかなと、ちょっとそんな思いを持っています。これは昨年の12月にも行ってきたんですが、アメリカのユタ州、グランドサークルというところがありまして、有名なものとしてはグランドキャニオンとかザ・ウェイブとかがあったんですが、これはあのナチュラルブリッジス国立モニュメントというところで、天然のブリッジ橋なんです。非常に巨大なもので、50メートルぐらいの大きさがありまして、まあ、そのほぼ真下からですね、夏の天の川をクロスしている、そんな様子をシルエットになったんです。これはカナダ、オンタリオ州というところ、あのナイアラの滝があることで有名ですけれども、あのそこにですね、アルゴンキン州立公園というあの大きな公園がありまして、まあ、あの風景的にはフィンランド、森と湖のフィンランドを想像していただけるといいと思うんですが、まあ、そのある一つの湖ですね、ミューレイクというところの湖畔でですね、あのスターパーティーといいますか、そのカナダから星の好きな方たちがトロントとかから集まってきて、一晩中星を見てるという、日本でもそういうイベントありますけれども、その取材も兼ねてちょっと行ったときです。私の後ろではもう皆さん望遠鏡を並べて星を見てるんですが、ふと湖面に目をやるとですね、あの風が非常にない地形なんでしょうかね。あの綺麗にあのサソリ座、イテ座、そして夏の天の川がですね、湖面に映っていて、これが美しい光景でしたね。ただこの天の川の下ですね、ここ。300キロ近く離れたカナダのトロントの大都会ですから、あの大きい町というのは何百キロ離れても低空のような光を見せてくれるんですが、でもあそこに何百万人という人の暮らしがあるんだと思うと、この写真で私は出会えたことに感謝ですね。あとはまあニュージーランド、最後の月明かり、月が沈む最後のですね、こう月明かりが最高峰マウントクックを照らし、で月が沈む頃になるとですね、きれいにその天の川ミルキーウェイにですね、輝きを見せるんですね。まあ、このような写真もですね、撮った後だったんですけれども、たまたまですね、あの私のちょっと自分で言うとあれですけど、あの私がまあ息を引き取ると自分で言うと変ですけど、まあ、一生を終える時にですね、あこの写真と出会ってよかったなっていうのを10枚選べと言ったら多分10枚に入ると思うんですけれども、まあ、今からも、ね、いろんな出会いがありますが、まあこれ、車のボンネットに星がびっしり写ってるのがですね、まああのなんかこうちょっとわざとらしいと言われてしまえばそうかもしれませんが、ただ出会いは強烈で、
以前からですね、車のボンネットに天の川とか星が映ることは知ってたんですが、なかなかこう写真に撮ろうという気持ちにならなかったんです。ところが先ほどのような風景を撮った後、車に戻ろうと思ってふっと振り返るとですね、もう車全体の屋根からですね、これ実はフロントガラスに星がびっしり映ってるわけです。もう本当に無我夢中ですね。近づきすぎると、これ超広角レンズを使ってますので、近づきすぎると車のボンネットがなんか丸くなってしまって、なんか面白いような顔になってしまう。離れすぎると迫力がないということで、いろんなポジションを取ったんですが、これがもう一番しっくりくるということで、南十字星をですね、ボンネットにこうちゃんとあしらってるんですが、これもまたよかったら今度じっくり見てください。で、実はこういう風景なかなか出会えないので、本当に星明かりの世界なんですね。大地が照らされている。で、こういう時いろんなカットで撮りたいんですが、実は同じカットで2枚しか写真撮ってないんです。っていうのは、なんで撮らなかったんだろうって今になると思うんですけれども、やっぱりこれが自分としてはそのしっくりきたんですね。なのでもう次の場所に行きたかったので、車に乗って移動してしまったということで、やっぱり写真の作品との出会いってそうやって生まれるのかなと思います。はい、あとは、皆既日食の撮影でイースター島にお邪魔した時にですね、ある一体のちょっとモアイ、心が惹かれまして、そのモアイと皆既日食を撮ったんですが、これは朝早くロッジの方に一人ポツンと送ってもらって、星がだんだん消えゆく中、モアイのですね、アンドロメダ銀河をちょっと見ているようかも、ちょっとこうたまたま風景だったものですが、そんな風景を狙ったものです。はい、でこちらは、ペルーですね。マチュピチュへ行った帰りなんですけれども、もうクスコの街が1時間ぐらいでしょうか。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと先ほど第148回直木賞の候補、直木賞の写真を上げていたしましたので、お伝えいたします。はい、どうですか。受賞作は2点ございまして、1点目が浅井亮さんの何者、実はこれ私写真の世界ってストーリーだと思うんですよ。で私ある写真展でストーリーというタイトルをつけていただいて、なるほどその通りだと思ったんですが、これもちゃんとしたストーリーがあります。ペルー人ですね、日本語が堪能な女性のガイドの方にお世話になったんですが、私がクスコに着いてしまうと街明かりが明るくて、とにかくどっかで天の川を撮りたいからって頼んでたんですね。そしたらしょうがないなと思ってくれたらしくて、じゃあ途中で泊まるから5分だけ時間いるからって言って、私ともう一人の方が飛び降りてですね、写真を撮りまくったんです。でこの写真を撮ってバスに戻ろうとしてたんですが、構図を決めていればですね、バスの中から「シャマさん出発するわよ」みたいな、そういう声が聞こえてきて「待ってください、あと一コマだけ」って言ってシャッターを切り始めて、30秒のシャッターを切ろうと思ったんですね。で26秒だった時にですね、もう待ちきれないところでエンジンつけられちゃったんです。でその時は「あと4秒待ってくれれば」ってすごい思ったんですね。ちょっとドライバーさんを恨みました。ところがこの写真がその時撮った中で一番使える写真なんです。っていうのは、バスが暗いとですね、なんか全く面白くないんですよ。でたまたま後ろに乗っていたどなたかのシルエットが映っていたり、でやっぱりこれがストーリーじゃないかなと思って、でその後もう本当に行くわよって言って、すいませんって言っても三脚抱えてそのままバスに飛び乗った記憶があるんですけれども、そんな中で得られた写真っていうのは、やっぱりこう人にも話したいし見てほしいしっていう、ね、そんな思いです。はい、でですね、あと2分で終わるかな。ですね、ここからはですね、最後の章になりますが、ちょっといろんな工夫をするとどちらの写真にもメールにはつけますよというページです。でこれ実はアルゴンキンというその州立公園に行った時、これは夜なので実は真っ暗で何も見えません。ところが、ですね、首からこうちょっと LED のちっちゃいライトを普段下げてまして、それをピカッと光らせることによって白い文字が反射して、こういう使い方ができるんですね。よく建物と星を撮るときにって懐中電灯を当てる、その撮り方ももちろんありなんですけれども、私はできれば自然にできるだけと思っているんですが、こういう使い方であればありかなと思います。照明のですね、たまたま一緒にいたライターの方がですね、星の写真撮ってみたいということで、この方もハマってしまったんですけれども、その方によってちょっと照明を当てることによって、こういう臨場感たっぷりの写真が撮れる。であとは私が一番大事にしたいのは、そのシルエットを有効に使うということです。これユタ州、アメリカのユタ州のグランドサークルの、ブライスキャニオンというところの谷間から星を見上げたと撮った写真なんですが、そのシルエットを上手に使うことによって谷
光の底からですね、もう一生懸命伸びているこの木のこうなんかたくましさを表現することができますし、まあ、上をあの斜めに向けた天の川ですね、まあ、こういった作品も増やしていきたいなと思います。これはあのアルゴン州立公園のスターパーティーの様子ですけれども、あの人をシルエットに使うのもですね、これも実は頼んでおかないと動いてしまうと結構ぶれてしまうので、でもあの抜き打ちで撮るときはシャッタースピードを短めにしてこういう写真を撮ることもあります。あとはこのようにですね、あのシャッターを長く開ける、今日はちょっと詳しいお話にいきませんけれども、あのデジタルカメラの場合は単純に長く開けるということと、コマ撮りしたものを後で合成するという2つの方法もありますが、いずれにしても、まあ、こうやって星が動いていくという様子もあの表現するというのもまた大切なあの作品の一つかなと思います。はい、で最後にですね、偶然の出会いという変なページが本の最後にあるんです。であの本当にですね、これがなかなか面白くてですね、たまたまあの桜並木にお邪魔してですね、あの実原の桜というところが山梨にありまして、そこに行ってですね、写真を撮っていたんですね。天の川を登ってきまして、で向こうから車が1台来たんですよ。で普通車のヘッドライトでもう非常にあのゴーストとか出てしまうのでシャッター切らないんですね。この時はですね、何気にシャッター切ってみるとこういう写真が撮れるわけですよね。でこの後何回かやるとですね、全然思うようにいきません。あのこの時はたまたま対向車がいて車のヘッドライトを下げててくれたのでよかったんですが、アップのままにしてしまうとゴーストが出て全く作品にならないんです。なのであの私の本の一番最後、ちょっとすみません、自分で書いておくのにタイトルが上がるのに言ってたんですが、偶然のタイミングという変な項目が最後になりました。でも意外とこれが本質なのかなと思っています。はい、最初の写真、あのタイトルの写真に戻りましたが、でこの最後にですね、終わりにというページをありまして、私の最後の思いをですね記載させていただきました。でまあそんな中にですね、実はこの本、あの写真に興味がもちろんあり、こちらの写真を撮ってみたいという方向けのもちろん本ではあるんですけれども、思いとしては写真を今は撮らなくてもいつか撮ってみたい、写真を撮らなくても見上げるだけでもいいという方にもですね、この本をぜひ開いてほしいなという思いを最後にちょっと続かせていただいてます。でこれもあの昨年9月に閉じましたニュージーランド、あの車のボンネットに星が落ちていた写真と同じ場所にまた閉じました。ただやっぱり同じ風景ではないわけですね。その時の空気感とか季節によってみんな変わります。ただ低空にですね、オーロラがほんの赤くぼんやり出てくるとかして、でこの車の向きをですね、そのまあ自分の今からまだ何十年か生きれると思うんですが、その未来に向けての車を自分に例えて、でこう満天の星空の下、今からもその作品を今からこう積み上げていきたいなという、そんな思いをあの最後の終わりのページに込めさせていただきました。まだまだ喋り足りないんですけれども、時間ですので神谷さん、マイクを落とします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一人だけ質問せっかくなので、はい、質疑の時間も取りたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会に挙手していただいていいですかね。なければこの後あの書籍をお買い上げの方に牛山さんサインをしてくださいますので、ぜひその時にでも直接お話しされたい方はお話ししていただければと思います。西武電信公社デジタルカメラによる星空の撮り方、こちら会場に書籍ご用意してありますので、中の写真 ご興味持っていただいた方はぜひお買い上げいただければと思います。ではこれでライブトークの方は終了としたいと思います。牛山敏夫さん、本日はありがとうございました。